はい、こんばんは。13、あ、12月11日、まあ、2013年ですね。12月11日の、夜のスピーチャーテレビ始めてまいりたいと思います。今日は悟りへの道ということで、始めていきたいと思うんですけど、今日のゲストは誰やろう？この方です。はい、この方でございます。ね、右の手の上の方に、手をこうやって今出してらっしゃるサイマーさんですね。はい、サイマーさんのインタビューの模様をお送りするんですけれど、そうですね、このインタビューね、本当にすごくいろんなことがあってですね、私、このインタビュー行く途中、カメラは、電車なんか置き忘れちゃってね、遅れて違うカメラ、急遽変えてね、撮ったりとかですね、いろいろあって、ちょっと短くなっちゃったんで、その分をサイマーさんがね、また日を改めてちょっと呼んでくれたんですよ。ただちょっと順番がね、ちょっとひっくり返してあります。ちょっとだんだんこう高度になるような感じにしたんで、最初の方はね、大体実はある出版社さんが来て取材してたんで、それ一緒に撮っていいよって話で、それ撮ったやつです。だから、ね、カメラ撮ったりとかするんですけど、人が動いてますけど、それはご了承ください ね。でもそれは最初ね、あれですよ、食べ物の話します。30分ぐらい、こういうもんがいいよみたいな話でね。ですごくその食べ物の雑誌なんですよ、その取材してるらっしゃるところがね。それでその佐山さんが30分ぐらい喋りますんで、それもまたそれで勉強になると思います。それでその後、私が撮りました、やつの話になってきますね。またゆっくりと聞いていただければと思うんですけどね。まあ、本当になんか、佐山さんね、いろいろ、本当、うちっていうか、スイッチャテレビはね、本当によくい、あのね、あのいい、好印象を持っていただいているようなんで、すごく優遇していろいろしていただきましてですね、私もよく引っ張られるんですよ。TD 来いと。ちょっと来いと。で、あれなんですけどね、だから いや、これ、まあ、来いって言われる人って何人かいるんですよ、実は。外国人の人と私もいるんですけど、だから、まあ、あまりネタバレしちゃダメなんだけど、だから、そのワークしてるときってエネルギーがやっぱり、マイナスエネルギーとかいっぱい来ますからね。だから、周りに人を集めたいんですよ。なるべく、多分これ僕の予想なんですけど、なるべく、エネルギーが高い人をですね、周りに集めたいんですね。それでちょっとバリケード築くみたいなところがちょっとあって、サイモンさん、いやすい人っていうのがいるんですよ。いて、楽な人っていうのがいて、その中にちょっとね、うちのスピーチャーテレビの私も入れさせていただいてるみたいなね、私とか中先生とか呼ばれるんですけど、まあ、そういう感じなんですよ。まあ、そういう形で使われております。はい、TD、まあ、癒しの TD なんでね、その周りにした人が癒されちゃうっていう、ちょっと特技があるみたいだから、そういう形なんですけどね。はい、それではね、サイマーさんの、講演の方をですね、インタビューですね。インタビューをこれから、お送りいたします。たっぷりとご覧ください。大丈夫かな？Teddy, how was your day? How was his day? 今日の一日どうでした？今日すごくエネルギーがいっぱい来て、足から頭までエネルギーが通りました。すごかったです。Energy went all the way from feet to the top of his head. You did a powerful program with Amaterasu. So powerful. She was at the podium. Good program. Mentally, I was very powerful. Yes, how they did my hair, very Japanese, with all the flower and the little thing on the side. Good. I need someone to be on time with me. ベジタリアン情報マガジンを作っております。
読者層は20代から60代の女性の方、そして食生活、自然派の食生活に関心のある人たちがほとんどになっております。その読者に向けてのメッセージをお願いしたいんですけれども、まずはじめに、読者の方で多いのが心を病んで、うつ病とか自律神経失調症、そういったものになって、そこから職を見直していこうっていう読者様が多くいらっしゃるんですね。でそういった方々に心を癒す食事といいますか、そういったものの、アドバイスなんかいただけたら嬉しいと思います。Please give advice. Many of our readership are coming into vegetarian food because they've had many problems mentally, like depression, autonomic nerve diseases, and various things like this. And they're coming to food as a way of medicine, as a way of working with that. If you want to speak to this. Thank you. I'm very pleased that you are here. It's with deep, deep love.That I welcome you in my heart with great blessings. ようこそ今日来てくださってありがとうございます。大きな祝福を持ってあなたを私のハートの中に迎え入れたいと思います。 I do not say food, I say nutrients. 私は食べ物と言いません、栄養と言います。 To bring an awareness to human consciousness.これは人間の意識に認識を持ってきます。Whatever we put in our mouth, 口の中に入れるものは、That's what our mind will be. それはマインドに反映されます。Whatever we put in our mouth, 口に入れるものは、That's how our consciousness will be. 我々の意識はそこに行きます。Whatever we put in our mouth,That's how our emotions will be. 口に入れるものは我々の感情につながります。Whatever you put in your mouth, that's what your body will be. 口に入れるものは体、肉体につながります。なんか、口を。 The vibrancy that you get from a living fruit, a living vegetables, you cannot get from a dead animal. 生きた果物や緑色の野菜からもらう活力は死んだ動物からもらうことができます。Now I have to admit that people has come to me in very bad condition, health-wise. 私のところに健康の本当に悪い状態で来た人たちもいます。Asking to heal them. そして癒してくださいと言ってきます。When I look at somebody, I see their energy. 人を見るとまずエネルギーが見えます。I read their energy like you read a book. 本を読むように私はその人のエネルギーを読みます。I can get information from their aura the moment they were conceived and beyond. オーラからもう時間の時、そしてその以前の状態の情報を全部読み取ります。Through the aura of somebody or their field of energy,I know their lifestyle. その人のオーラから見て、そのフィールドから見て、どういう生活してるかが分かります。When somebody come for healing, 癒しに来るとき、I have about maybe 110, 125 cases where they needed to eat fish. 110-125 ぐらいの人の場合にお魚必要とする場合がありました。Not only through energy, エネルギーとしてだけじゃなく、but through their pulse. その実際脈から。Because they did not have enough of protein in their body. タンパク、体に足りなかったから。Like for instance, 例えば、the male body must not take too much soya. 男性の体はあまり大豆を取っておきません。Because there can be too much progesterone.プロゲステロンのホルモンが増えすぎる。Hormone. Or soya can be hard to digest. そして大豆は消化にも難しい。
Like to a child of 1 year old, you can give almond milk.But they may not digest soy milk. Meaning to pay attention. When you think your body needs nutrients, you are thinking of feeding the body through minerals, through amino acids, which nourish the body at its essence.体に栄養を与えるっていうことはミネラルとかアミノ酸とかそういう栄養とかエッセンスのレベルで栄養となるものを補充する必要があります。Yes, long, long time ago, prehistoric time, human will eat animals. それはもっともっとずっとずっと以前の頃、原石の時代とかだったら人間は動物を食べましたけど。Nowadays, it's not a necessity. 今では必要ではありません。Mostly in most countries, the farmers put hormones in the animals. 多くの国には動物の中に農業の人はホルモンさえ入れます。Animals were not made to be eaten. 食べる理由のために家畜されてない動物。Animals were created to be the friends of humans. 動物は食べられるために作られたものではなく、人間の友人となる。And to support humans in their consciousness. そして人間の意識の上昇をサポートするために作られました。Most domestic animals are of unconditional love. ほとんどの家畜されている動物は無条件の愛を持っています。And most domestic animals are very loyal to humans, to their master. 家で飼っている動物のほとんどはとてもロイヤルで忠実に。So how can we eat them? なのにどうやって食べられますか? Whereas vegetables, plants, 野菜とかそういう植物は were created on the planet by the devas. デーヴァから作られています。The devas planted the seed of light to turn into these vegetables to nourish the body of human. そのデーヴァ妖精たちはその植物を作ってその光として人間の体の養生を養うために作りました。Now it's time to eat living food. 今は生きた食べ物を食べる時期です。Into that living substance.生きたその要素の中には You have all the nutrients that your brain needs. 脳が必要とする要素、栄養すべて含まれています。That your tissue, your blood needs. 自分の組織体、血液が必要とするもの全部含まれています。Plants are like medicine. 植物は薬のようなものです。Each plant has their role for our organs and glands of the body.すべての植物は我々の器官とか内臓のために必要とするものをもたらしています。Specific roots, specific leaves, specific stem. 根っことか葉っぱとか茎とか the cover of a tree. Bark. Bark. The bark of a tree. Even this, you can do a tincture mail. Tincture? A tincture. そういう木の外側からもティンクチャーも作れます。Like if you take, what is the name of these nuts like the brain? Walnut skin? The shell. The skin. You soak it, it becomes a great medicine. 例えば、ワルナッツのこの皮、中皮を水につけるとこれは薬草みたいになります。Before thinking of nutrients,You have to cleanse your body. 栄養を取る前にまず体を浄化しなければならない。One to two times a year, do a liver cleanse. 年に1回か2回は腎臓のクレンズ、リバークレンズをやるとして。Every 4 to 6 weeks, do a colonic. 4週間から6週間の間、カロニック、これは大腸の掃除をすると。The colon has wall just like in the kettle for boiling water.
その大塔の中の壁はちょうどあのお湯に立てるあれみたいなものです。And when you eat any nutrients, seaweed, really good amino acid as a nutrients in your body, the blood cannot suck because of the walls in the colon. そういった例えば体操にすごいアミノ酸とかあるけれども、その大腸の壁が厚くなってると吸収できないですね。So to be conscious, health conscious, means as you brush your teeth, clean your body. だから健康に意識するっていうことは、歯を磨くと同じように体の内部もきれいにする必要があります。There are plants which are here to increase the immunity. で、我々の免疫性を高めるための薬草もあります。Like I've never had a headache in my life. 私一度も頭痛というものを体験したことありません。Never had a constipation in my life. 便秘も一度もありません。So depending what you put in your mouth, your body becomes a trash or a vessel, a vehicle to serve the light. だから自分の口に入れるものによって、体はゴミ箱になるか、光を尽くすための I will say to all of you, do not make your body a trash. 皆さんに言いたいことは、体をゴミ箱扱いしないでください。Now do not get frustrated because you're not eating what you like. でも好きなもの食べられないからって言ってプラスイライラしないでください。Raw food is excellent. Raw foods はとってもいいです。But not for everybody. でも誰みんなに合うものではありません。In Ayurveda, Ayurveda では、we have what we call the doshas. Dosha といって体質があります。Like for instance, if you eat too much of raw food, your doshas become imbalanced. Raw food を食べ過ぎると、その体質のドーシャがバランスが崩れてしまいます。When it's winter,冬の時とか、you cannot eat raw food because your body doesn't get the heat that's needed. 例えば冬は体の中の熱が足りないから、raw food は適宜。Raw food can be very difficult to digest. だからそういう場合には、raw food は消化しにくい時に必要になります。So watch your hours and how you digest. Do not eat raw food too much at night. 例えば夜遅く雨を食べないとか。Do not take late dinner. 食事をよく夜遅く食べないこと。Because of digestive system. その消化のシステムのバランスのこと。After eating, all the energies focus in the digestive area. Meaning, if you have to meditate, it's not a good idea to eat just before meditation. 例えば食事した後は全部気が消化に回ってますので、そういう時は。食後すぐ瞑想というのはあまり適した時間ではありません。When we take a juice, maybe a green juice, a fruit juice, chew the juice. で、ジュースを取るとき、例えば緑汁、グリーンジュースとか、スムージーとか取るときも、噛み砕いてください、液体でも。Because it helps the, what do we call this in the saliva? In the saliva is we start the digestion.唾の中に消化を開始する要素が入ってますので、I will give you an idea of what I eat in my breakfast. 私の朝食の話しましょう。For our cellular structure, our cells, 細胞組織のために、you need antioxidant. アンチオキセントが必要です。It is not a good idea to eat bread in the morning. だから朝パン食べない。Take the red berries, any red berries. 赤いベリーがいいです。Make a smoothie. スムージーを作ってください。Put some omega oil in. その中にオメガオイルを入れて。Flaxseed oil. フラクシードオイル。Flaxseed powder. フラクシードのパウダー。When you get a drink a warm glass of water, mostly with the winter, which will help to cleanse the body in evacuation.The toxicity. This is very important. You don't need any
any sweets. You don't need any other thing but this antioxidant. このアンチオキシデント以外何も甘いもの甘味料とか何もいりません。The brain needs sugar. 脳は糖分を必要とします。But not any sugar. でも砂糖という形ではいりません。Dates is a great way to put sugar in the brain. デーツを取るとそれは脳の糖分に適しています。The night before you can soak almonds. 翌晩にアーモンド水につけて。And in the morning you make a great juice with your almonds. そのアーモンドを使っていいジュースができます。Oil is extremely important. Mostly people are depressed. Mostly people has this weather which lasts too long winter. Take oils. オイル類がとても必要です。特に長い国の人たちとか。All is important for to get a super brain. その超脳を作るためにはオイル分が油分が。Green juice. グリーンジュース。緑汁ですね。Sprouts. スプラウト。Beans. お豆。We have everything we need with plants, fruits, flowers. Eat flowers. あのお花を食べられるお花もありますね。そういうものも食べる。全部必要な。It change your life. It change the quality of your blood. Your blood will not be dark and thick anymore. そうすると血液が黒くて重いものじゃなくなっていい。Whether it's your hair, whether it's your skin, whether it's your digestive system, whether it's your breath, everything will become vibrant. 自分の髪の毛も肌も全て呼吸も全部きれいに生き生きとしてきます。How important it is for your brain to pulsate life, to be alive. 脳が人命力をどんどんどん生命力をどんどん打ち出すのとても重要なことです。Now, I'm not saying that people must not eat bread or must not eat pizza or... I'm not saying this. Give yourself pleasure. It's a very important word in my life. Pleasure. そして、プレジャー、楽しみですね。もう大変重要なことですとか、パンを食べるなとか、ピザを食べるなとか言いますね。You must have pleasure in your life.It's a must. Use your discernment. Don't eat pizza every day. Don't eat bread every day. Even whole wheat bread, because now our wheat is not as it used to be. Whole wheat の完全な It's plastic. あれでも、もうプラスチックみたいなもんですから、もう健康的な小麦もなくなってますので。Corn is not healthy for us anymore. トウモロコシも健康になる。Chickpeas is excellent. Chickpeas が。Hummus. もっとハムスの状にするととてもいいです。Beets will cleanse the blood. Beets も血液を浄化。Will give you a vibrant brain. そして脳も。Because it's cleansing. 全部浄化してくれるので。You can eat it raw. You can eat it cooked. とても大変に脳にいいもの。それを調理しても生のままでもいいです。In the summer, where all the fruits are out, eat a lot of fruits. そして夏の間、フルーツがいっぱいある時期はフルーツをいっぱい食べてください。And avoid the winter fruits. そして冬にはそのフルーツを避けても。Eat all the summer fruit, make smoothies, fudge, raw. Grab a fruit and eat it. Have it maybe 2 weeks only on fruit.Of 3 weeks. 2-3 weeks. フルーツだけの生活してもいいですよ。煮たり、そのまま舐めたり。You will have a quality of body which will be vibrant. スムーズにしたり、そうすると自分の体が本当に生き生きしてきます。Make sure you have a protein in your diet every single day. そして毎日自分の食生活の中にタンパクがある。You are one of the countries that is the most healthy way.で日本は一番健康な食事の国の一つです。Because you are educated with seaweed. 海藻が多いから。This is a great practice. Seaweed gives you everything you need. 海藻の中に必要なものが全部含まれています。When we are vegetarian, it's very important to eat something like mung dal. そして最初の時はmung dal? お豆のありますよね。
And with the winter, you can cook it, you can eat it for 3 days. It still keep all its enzyme, everything that's in there.そうすると、例えば冬の間だったら1回作れば3日も食べられますので、そのエンザイムも全部消化の剤が全部入ってますので、思います。Eat what serves your bones. It's very important to have the skeleton solid, strong. そして骨をサポートするものを食べてください。この骨組織を本当にきちっとするのを強くすることは。Think blood.血液、brain、脳、muscles、筋肉と考えてください。のこと考えてください。If you wish, sometime I will write an email of what you can add as nutrients because we have a short period of time right now. I could write some nutrients for you for a high quality brain. そして今ちょっと時間そんなにないので、メールでも、ね、必要な栄養素となるものを。If you heal your brain at a young age with what you eat, there will be no Alzheimer. There'll be no mental disease. で、若い時からちゃんとした食事生活してれば、アルツハイマーとかいろいろ脳的な病気になることはありません。Now some people have to be very careful because there's a huge sensitivity to sulfur.So do not eat too much cauliflower. だからカリフラワーあんまり食べない方がいい。Too much cabbage. あとキャベツ類はあんまり食べない方がいい。But when you make a juice with raw cabbage, it gives you all kind of nutrients for your body. でも small quantity.ちょっとだけキャベツを生でスムーズに入れるとジュースを入れるとすごい栄養となります。 Ginger is excellent for your immunity. 生姜は免疫にとってはとてもいいものです。 The other thing you can put in your food raw or even have a week of raw is garlic. そしてあと1週間前だけとか少しずつ入れられるのが生のニンニク。You take the inside part, like the. 中のところ、中のちょっとね、芽生えて、芽みたいなところを抜いて食べると。And you eat that raw, your immunity becomes so strong before the fall season, before entering winter. It's like a vaccination. 秋に入る前にその生ニンニクを食べると1週間とかの間、そうすると免疫性がすごく高まって病気になる。Put turmeric in food. Turmeric is an excellent antiviral as well as antibacterial. そしてトゥーメリックを食べ物に入れてください。ウイルスもバイキンにも強いので。These are all great, great materials. So eat greens. Eat a colorful meal on your plate.Orange color, yellow color, the big bell pepper. Yes. Eat vegetables that cleanse the blood, cleanse the liver, cleanse the kidney, and then rebuild the kidney's energy with these vegetables. Nowadays, the adrenal is completely awful. The whole humanity, including masters.血液をと肝臓、腎臓を全部きれいにして肝臓をこうちゃんと作り上げてくれる食べ物を食べてください。今あの例のみんなダメなんだよ。 For a pure vegetarian, not vegetarian, make the difference. 純粋なベジタリアンじゃなくてベジタリアン。Vegetarian is very different, but vegetarian, it's important to eat beans. ベジタリアンの場合は豆類がとても大切。Whole rice, red rice, 赤いご飯とか everything that brings the quality of protein and a great consistency for the whole body. それがタンパクにもなるし体全体にバランスいい。And the different omegas will help with the joints. そしてオメガオイルを取ることによって関節のサポートになります。Do animals? アニマってあとで説明します。アニマ。And you can also have oil animals.
At night time, so the whole night it goes to the whole body and all the joints. You will never have arthritis or none of this. Because I don't believe in genetic disease. So you can transform your whole body. Now we are going in some years to enter as a community, enter into the breatharian. I myself have been a breatharian. But what I noticed, my social life disappeared. Because everything is about food. Everybody get together to eat or to drink. When a friend comes, your fridge is empty. You unplug it. But with the golden age, with the preparation of the new civilization, we are moving towards being breatharian. Protein shakes is very important for vegetarian. Vegetarian にとってプロテインのジュースのものはとても重要です。So I could speak for days on nutrients. その栄養に対しては何日も話せますけれども。We have to eat in a way that our brains stay vibrant. Our cells stay open and vibrant, don't shrink. Living food, but balance it with your lifestyle. Balance it with your body constitution.生きてな食べ物だけれども自分の体質や自分の体質と自分のライフスタイルに合わせたものにしてください。And I could speak for days. このままずっと話し続けられますけど。I will send you a recording. It may be on the website also. My conference with Adam. Be very good. You, Leon, call Karam or call Adam. Call Adam. Find out where it is on the website. Give the information to Reiko, who will give it to you. Then you can go there, take information for your magazine. I give permission for that. You call Adam. You don't ask anything to Reiko. No, I didn't. See, don't speak. It's not your domain. Thank you. Yes.All the, please write down, depending what you eat, you will have a different experience in your spiritual life. In your business. As a parent. Your children will have a different life. They won't be sick all the time. I'm sure there are many more questions and many more answers. You only got one question. So we only got one question. Oh, that was one question. Oh. That was one question. Oh. Oh. Thank you so much for the work you do. Thank you so much. This is a great service you render to everybody. Great service.I will, in the month of May, I will send one of my students for you to interview. I have taught him everything, even the telomeres in the body, why we age. You can add this to your article. In the month of May, my young student will come. And you will learn much from what I've taught him about the telomeres.The DNA, the nervous system, and diet. The 遺伝子のテロメールの話とか、
そういうものと全部教えてるものは彼からインタビューで聞いてください。若いお医者さんに来ますので、その時もぜひいろいろ話してください。なんか教えてもらえればいい。And she didn't even need to interview him on the phone. In the And then there's another interview. You may come, Teddy. Did you know? How did you ask the questions? The camera is sitting. I'll make a request. Yes, but I need the. Yes, I need a new file. And you can take notes for your own knowledge. してます。してます。ノート取ってもいいですよ。これから話してみる。さっきの使わせてもらっていいですかね。You can publish these things. 今話す内容を、はい。あ、僕のも使っても構わないので。はい。あ、先ほどの、すごいアマテラスのワークでは、もう体全身にエネルギーが流れてしまって、すごかったですね。ちょっとね、サウナかな、サウナよりすごいですね。なんか。It's like in a super sauna. So much energy going through my body. Yes. あ、そうです。Very powerful. ちょっと電源がなくなっちゃう。すみません。He gets confused when he touches the light, love, also known as Sat Yuga. この2012年から始まったこの新しい時代には。マヤのカレンダーによってはこの時期には人間は完全に自分と周りと環境と調和の取れた状態で住めるようになるとされてますが、これはあなたの黄金時代、光の愛の黄金時代のビジョン、サトユーカというこの時代のビジョンと同じと違いますか？ The shift that took placeDidn't mean the end of the world. 起きたシフトは別にこれで地球が終わったわけじゃない。It means the end of an old system of thinking and of an old consciousness. ただ古い考え方、古い意識のあり方の終了点でした。And we have already started. それはすでに始まっています。And the energy is moving very, very fast.そしてエネルギーはどんどん動いています。Our galaxy is shifting because the energy given to this planet for the planet herself to be enlightened is transforming the human consciousness. そして今起きているシフトは地球全そのものが上昇されてそのものが違う時代に入っていますので、すべてがそれと伴って今シフト中でございます。2012is only the beginning of a blink, not even the blink, the beginning of a blink of an eye to start to preparation for the new civilization. 2012年というものはまだまばたきのほんの始まり、まばたきでもない、ほんの始まり、これは新しい黄金の時代のまばたきのほんの始まりぐらいの瞬間しかありません。The new civilization is the new strands of DNA.新しい文明では新しい DNA の組織体。It's a new brain. 新しい脳。Where there's a total balance on the right and left hemisphere connected with the corpus callosum. その右脳と左脳が脳縮でつながっていくようになりました。When we are very balanced, our feminine energy, our masculine energy.Knows this equanimity. そしてすべてがバランス、女性性、男性性がバランス取れると、自分の中のバランスが感じられます。Harmony with ourselves. 自分自身との調和。We see, we know, we experience ourselves in that state of wholeness. 自分をその完璧な状態で知ることができます。We become conscious human beings.意識されない人間になります。The more conscious, and this era has started, the more conscious we are, the easier it is for us to be in that enlightened civilization. その意識が高まればなるほど、意識すればするほど、もう始まってますが、それだけもこうその新しい目覚めた文明に入りやすくなります。The fact that the planet is
being enlightened herself, moving from the third dimension to a higher dimension, naturally all of us are moving with her consciousness. 地球自身が三次元から高次元へと移動しているために、地球に住んでいる我々もすべてその同じように移動しています。You may have noticed everybody's going through something now. 今みんな何か問題が起きています。Why? なぜか。To bring you back to yourself.自分自身に戻るためです。With oneself. 自分自身。To stop that neediness of something outside of us. 自分の外に何も要求、請求する必要がなくなります。We have different yugas. ユガというサイクルがあります。Different phase, different period. 違う時代、それ。Different eras. 違う時代のこと。We are entering that era of illumination. 今はその目覚めるその光の時代に入りつつあります。So naturally, illumination means what? Enlightenment means what? Truth, satya. そして自然とその光輝くその悟るということは何かと言ったら、sat. これは光にもたらされるという意味であります。Satya.That state of authenticity takes us to our own light within us. そのサッチャという真実という意味であって、その真実のサッチャは自分の真実に連れてくれます。Recognizing we are divinity. 自分が聖なる存在であることを知って。We are light. 光であること。We are multi-dimensional being.多次元に存在する存在であります。All of us were created to enjoy this planet as a playground. 我々みんなはこの地球を遊び場として楽しむために来ました。There has been other golden age. 他にも黄金時代はありました。The distortion took over and the universal mind was reduced to that limited mind with the human distortion.でも歪みがあったため、人間の歪みのために、そのユニバーサルマインドとされてたものが制限されたマインドへと縮小されてしまいました。The human birth is a very, very rare opportunity. 人間として生まれることはとてもとても珍しいことであります。The glory of human is to be human, meaning flesh, body, with that spirit. 100% both.そして人間としての素晴らしさはこの肉体を持ってスピリットとして 100% 両方も 100% になりきることです。That state of enlightenment is to be fully human and fully divine. その悟りの状態というものは完全に人間なり完全に聖なる存在となることです。Some of you say, Ma, you are God. Thank you for being here. It is half truth because you're also a God.そして皆さんの中で何人かは、まあ、あなたは神様ですと言いますけれども、それは半分の真実です。というのは私もそうですが、あなた方も神様であります。The full truth will be we are God. 本当の完全の真実は我々は神だという。There is no God as an entity nowhere in the sky. 空の中に存在とする神様というものはどこにもいません。This is why we are here. There's a purpose for humanity to be here. 人類がここにいる理由があります。Take that physical body in form and bring the formless God and be a walking God on the planet. Self-realization, the Atma, the self. そして、その自分の認識を持つということは、それは Atma として、自分の偉大なる自分として、この地上を歩む、その状態になることであります。So we are to be authentic with ourselves by starting with awareness and self-awareness, make choices and realize these choices. そして我々は本当に自分に真実になるということは、認識を持って、その自己認識を持って、そして選択をして、その選択を現実化していくことです。Become conscious human being. 意識した人間になることです。When will the golden age come to be and what will it look like? 黄金時代はいつ来て、どのように見えますか?
The golden age is in the hand of every single human. We are all responsible for the golden age. We are all responsible for the darkness that we bring. We are all responsible for the light that we bring. So it's all depending on us. There's no God beside that. この黄金時代というのは全部我々がの責任であります。光も責任、闇も責任、だから黄金時代がどのようにここに現れるかも我々の責任によって変わってきます。 How it will look? We will live in our light body. We will not use car. We will be in our light body and will move. Will be movement of energy in the air. Beyond this planet as well.どういうふうに見えるかって言ったら、もう我々はライトボディーとなって、ライトボディーでそう動きますとか、車とかその乗り物もなく、そういう状態でこの地上で存在するようになっていきます。An age of truth and authenticity. そしてこれは真実と本当に真の自分になるという時代に入ります。An age where there's no illusion anymore. It's real.もう守る死のない全てが真実である時代になります。 Where we do not live with that veil that prevents us from seeing for the sake of seeing. そしてベールのない状態になります。本当の意味で見えるようになっていきます。 And the main ingredient will be love and light. そして一番の要素が光と愛になります。 Within the pure absolute consciousness. 純粋な完全たる意識の中に。How shall we prepare ourselves for the golden age? どうやって自分をその黄金時代に向けて準備すればいいですか? The first preparation is awareness. I am aware of everything around me. Then I am self-aware, meaning self-awareness. Why self-awareness? Because within us there is this divinity which is full expansion.And then there's the personality with its fear. There's two energies on this planet. One is love, one is fear. Love is expansion, fear is contraction. まずは認識から始まります。そして自分のことを認識することになります。なぜ自分の認識かと言ったら、これは聖なる存在と恐れの間のことを見分けることです。人間はこの地上には2つのエネルギーがありますが、愛と恐れでありますが、愛が広がり、恐れは縮小のエネルギーです。The more we expand, the more our heart is freer. When this heart is free, we do not live in fear. We do not live in contraction. We do not live into a limited mind or limited consciousness.We start to expand our thoughts, our feelings, everything moving to a place of expansion. この広がりの中にいるときは我々解放されて自由となります。自由となるということは恐れのない状態。これは限られた意識ではなく大きな偉大なる意識になっていくので、その中での思考も全てが感情も全ては広大なものとなっていきます。From which our brain becomes very enlivened. そうすると脳がすごく活力を持つようになります。There is in our brain what we call the third ventricle, or what we call the cave of Brahman, in which there is this tremendous light. That's the reason I created the brain illumination, is to consciously bring light into the brain, bring light into the whole endocrine system, the nervous system.Meaning that our whole being, the physical body, the chakras, the subtle bodies, the unconscious, subconscious, conscious mind, is in oneness, in alignment with the supraconsciousness, with the multidimensional being that we are, from which place we prepare ourselves. And as we are energy, our energy ripples and touch the energy of everything else.Meaning, we transform and we are responsible for the transformation of this planet. The era of enlightenment. その第三脳室というところが脳の中にありますが、それはブランマの洞窟と見呼ばれています。ここの中に
光をどんどん入れていく準備ことが準備となりますが、この脳、まあ、このブレインイルミネーションというワークを作った理由もありますが、どん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 この脳室の中に、脳の中に光を入れていくことによって、その全体のホルモン系から、神経層から、肉体から、チャクラ、それエネルギー体、サドル体、無意識、存在、潜在意識、意識レベル全てに光が入っていくと、今度はスープラ意識、超意識の中に入っていき、我々はそこから多次元の存在と広がっていきます。これがその準備となります。そのエネルギーの中で全てが変容されていきまして、これがエラーエヴェンライテンメント、これはあの悟りの時代と繰り広がっていきます。In a very practical way, this is what you could do. Bring love and light, purity in your conscious mind, unconscious mind, subconscious mind. Bring love, light, and purity into your brain. Into each chakra, install the greatest virtue of the divine from within you, the presence, the Satchit Anand state,in each chakra and install it there. Heal your subtle bodies, meaning your etheric body, which will give you more vibrancy into your everyday life, more energy, more light, in your emotional body, in your mental body, meaning that your mind will be in a different state, different quality of thought, in your spiritual body, in your differentSubtle bodies, continue, bring more and more and more and more light, love, and purity. Purify everything in you with a pure thought, with a pure feeling. Your action become purer and purer. That's how you transform yourself. 現実的に言うと、愛と光、これを、そして純粋さを意識レベル、無意識レベル、存在意識レベルに持っていきます。それを脳に持っていきます。それをチャクラの中に持っていきます。そのチャクラの中にその聖なる存在の要素を持っていきます。これをこのその存在を自分に持っていくことがサッチタナンダ、サッチタナンダであります。これを持って自分のサトル体を癒していきます。エーテル体の中には活力を持ち出して、エネルギーを向上させて、光を向上させて、感情体、スピリット、マインド、すべての中にこの愛と光と純粋さを持っていくことによって、この要素、自分の中のその要素を向上させていきます。すべての中にその純粋さを持っていくと、今度思考も純粋なものとなっていく、感情も純粋なものとなっていく、すべてがそのようで変容されていきます。We have entered an era of energy where we are to become aware about this full spectrum of energy. It's not about dark and light, it's not about negative and positive, it's about moving in that spectrum of light from, I will say, a higher consciousness, lower consciousness,or higher frequency to lower frequency. So become aware in what frequency you are at any moment of the day. Become aware what you eat, what you put in your mouth. Become aware what you think of. Is it taking you to a place of evolution, conscious evolution, or is it taking you in a place of old patterns, old paradigm? This is awareness, self-awareness. We take you to make a choice.Contraction or expansion, love or fear-based. Only two energies, love and fear. Fear-based, love, where am I right now? Love-based, fear-based. And start to really become aware. Because life is here to give you everything. There's such an abundance of everything. Are you in alliance with that? Are you in harmony with? Are you in alignment?Ask yourself these questions. エネルギーの時代となると、認識がとても重要なことです。この認識は
エネルギーの中に大きな幅広いエネルギーのレベルがありますが、闇とか光とかそういうものだけじゃなくて、もっと考え方に今度変えて、意識が高いのか低いのか、波動が高いのか低いのか、そういう見分け方をしてください。今自分の一日の中で常に自分に問い直してください。今私はどういう波動にいるのか、今私は何を食べているのか、今私は何を考えているのか、今それをいつも認識することによって意識も持って自分の進化の道に歩むことができます。今意識して進化しているのであろうか、それとも古いパターンのままにいるのであろうか、それに対する認識度を上げてください。自己認識、自己認識を持って、今は自分は縮小の状態ですか、広大の状態ですか、愛ですか、恐れですか、私は今どこにいますか。この地上には愛と恐れの2つの波動しかありませんので、どこにいるのか自分で認識を持ってください。これは認識を持つことによって、今度はその全ての世の中との今の状態が調和されている、取れているのかどうか分かることです。今自分は一番高位の自分と統一の状態にいるかどうか、いつも自分に問い合わせてください。What kind of transformation or change will we see in this age, and how do we know we are personally ready to live during this time? Oh, you cannot miss it. It's a change of consciousness, it's a change of your style of life, it's a change of conscious, what you eat, how you speak, how you allow the grace of life to enter your life, how you love everybody with no condition, how you just stop judging everybody. You don't blame anyone anymore. It's just so fantastic. It's a fantastic state. You're in a state of elevation all the time. Nothing triggers you. You don't take anything personal. You don't feel blame. You don't accuse anybody. You have grown. You have...been educated through consciousness, of shift of consciousness. You have evolved consciously. You will never blame anybody for what's happening to you. You will go inside if you're triggered. Because it's never about somebody else. It's always oneself. Never anybody does anything wrong to you. Never. It's something that you put out from within you.質問はどういう変動か、変動をこの時代で見られるかと、そして自分で本当にこの時代に生きる準備ができているかをどういうふうにするかということに関してですが、これは完全に分かります。これは分からないことはありません。この状態になってくると、自分が何を食べるか、何を話すか、何を自分の周りに置くか、全部今度選び方が変わってきます。全ての人を愛せるようになって、誰にも判決を下せ、ジャッジすることがなくなって、誰もせいにもしなくなって、いつも全てをもっと高次元に考え、高次元に持っていって、自分自身の問題として捉えなくなってくる。自分は成長していきます。これは自分の意識のシフトがによって今日教えを学ぶようになって、教育が変わっていきます。意識を持った、進化が行われるようになっていきます。で、誰か何か自分でトリガーされて、引き金されて怒った時とか、なんか自分の中で何か込み上がってくる時は、必ずこれは自分の中から来るものだという認識が生まれることです。誰にも誰か何かされたということはないので、そのことがはっきり分かるようになっていきます。Your heart doesn't lie. ハートは嘘はつきません。Your heart knows. ハートは分かってます。Your love just expand and expand and expand. 愛はどん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 広がっていきます。And you have less and less needs. そして必要とするものがだんだん少なくなります。Your relationship shift with everybody and everything. すべてのものと人との関係が変わります。There's a knowingness that starts to come out of your own self.自分の中から読み上がってくる。At the same time, you may feel you need to be with a master. そしてマスターと一緒にいなくちゃいけないと思うかもしれません。You may feel the need that I'm not,
I'm not evolving fast enough. そしてまだ進化の速度が至らないと思うかもしれない。You may wish for specific healing because you can feel clearly through your deep intuition that something is could happen, but it's not happening. で何かが起こるべきなのに起こってないと自分の中での認識が出てくるかもしれない。This is how your consciousness starts shifting. こうやって自分の意識が変わっていきます。サイマタジ、You promote the philosophy of love.You say divine grace is the embodiment of love. Love helps to move divinity into action. It is a truth of the higher self. It is a way to self-mastery. You suggest being a disciple of the path of love. Why is love so important? Love is the highest frequency in the whole creation. The highest vibration. The highest of the highest. Because love is God.God is love. Life is love. Love is life. You know, many of you can see a tiny baby. The baby doesn't speak to you, doesn't even smile at you, but you're so attracted. Why? Because there's no mind yet, and the heart is fully expanded. That love attracts you. The same love is still within you, covered. So whenYou get healed when you are in a path of transformation where all these layers of distortion dissolve and the purity takes over, the innocence takes over, that love. When I enter a hall and people look at me and their tears just drop on their cheeks, it's that love. It's that heart. And healing is happening on many levels and they are feeling love because pure love will not judge.Pure love keeps being itself in its totality. Love is that present moment in the eternality of now. And love heals everything. Love is the main ingredient. I cannot describe love. If I start to describe love, it will not be love anymore. It will be a mental, an intellectual word. Love is a frequency.That I personally cannot describe. All I know, it's very high frequency, vibrancy, and it transforms and changes everything. It heals, it brings light to the cell on a cellular level. It takes one to the ascension of pure consciousness. It takes one into the ascension of the physical body. It is the main ingredient in our existence.Love and you are healed. Love and the wounds get healed. Love and the healing takes place. When there's not to confuse love and relationship, two different things. When there's pure, pure love, the presence of God is right there. Just like a flower, the innocence, the purity, the giving for the sake of giving. That's love.あなたは、アツアイマたち、あなたは愛の哲学をいつも言ってますが、そして聖なる恵みというものは愛の象徴であると言いますが、愛はすべての聖なる存在を行動に移すと言いますが、それがハイヤーセルフの真実であり、自分のマスターになっていく道であると言います。あなたはそのあなた自身が愛の道の弟子だと言いますが、なぜ愛はそんなに重要ですかという質問ですが、愛は全ての中で一番高い波動であります。創造の波動であり、創造のエネルギーであります。一番高いものは高い、またさらに高いものであり、生命は愛であり、愛は生命である。神は愛であり、愛は神である。小さい赤ちゃんを見たときは、赤ちゃんはにこやかでもないし、何も言うわけでもないけど、とても惹かれる。なぜかというと、まだそこにマインドがないので、まだその純粋な神なる存在、愛の存在であるので、それに惹かれているのです。あなたの中に同じ愛が存在しています。ただ、それをいろんなものにかぶさってしまっています。で、これを全部溶かして、層となって、隠しているものを溶かしていって、
変動していくと、そこから現れてくるの、中から現れてくるの、純粋な意識の状態であります。私がホールの中に歩み入れた時には、皆さんは私のことを見て、私の波動を感じて涙を流すこともありますが、これは本当の愛、純粋の愛、ハートの愛を感じるからです。この本当の愛というものは癒すものであります。すべてを高い状態に持っていき、純粋な愛は何もジャッジすることもありません。純粋な愛はすべての現在の中に永久に存在するものであり、この生命にとっては一番最大な最大の容量と原料となります。言葉ではその愛とは何か説明しきることはできません。というのは、言葉にした段階ではそれはメンタルな思考になってしまいますので、本当の愛でなくなってしまうからです。でも愛はその波動であるので、これ言葉では説明できない。ただその愛がある中ではとてもとても高い波動の中でありますので、その中では全てが変動されていく、全てが癒されていく、細胞のレベルで癒されていく、これは純粋な意識のアセンションであり、これは肉体のアセンションにもある。愛は、この愛は全てを癒すものです。癒しの中、癒しの波動を持つ、癒しのパワーを持つものがこの愛であります。In the grace of divine love, in the grace of the God that you are, in the grace of life, I invite you to honor yourself, respect yourself, and mostly accept yourself with great love. Namaste. その聖なる愛の恵みのもとで、神なる生命の恵みのもとで、あなたを私は導きます。自分を愛してください。自分を尊敬してください。自分を取り入れてください。自分を認めてください。その愛の中で偉大なる偉大なる祝福を皆様に流して。 Now you have a big saver. You call Ambika? The herm, you're sending the material whatever way, not supposed by email? Yes, ma'am.Are you happy? Happy. You get an extra, extra, extra interview. So when I am gone, you can put that on for the interview and some pictures. You can share some of the picture from her and some of the picture from him. Hmm? Share pictures. You keep for your magazine. But picture, I do. One or two. Thank you. Thank you. Thank you. He was in the hospital 1 week ago. The doctor for fast. There was nothing. They could not believe how quickly. There was nothing. What about that? It's a 前日撮った分。Fast. Thank you. 前日ですね。インタビュー。カメラ忘れた時のやつですね。これもう一回ここから、もう一回じゃなくて、これ前日の方のインタビューを聞いてます。はい。Why are you late? あ、どうして遅れたんですか？電車に三脚とカメラを置き忘れました。You left the tripod and the camera in the train. You're thinking of me and you leave the camera. まあのこと考えてこのカメラ置いてもいいし。そうですね。はい。So what are the questions? I'm ready. Well, those are... Now, does Rekha know I have an appointment? Yes. Well, I've met him, so I'm going to continue the conversation again. But I'm going to get right away. So, Ma's Satori, or the people who come to the support of Satori's way, what kind of way do you use to use it?意識の上昇になるんでしょうか。意識を上げていく方法になるでしょうか。I would like to ask Ma about enlightenment.
and about how Ma supports students in enlightenment and the process. And enlightenment cannot be spoken. サトリの話は言葉では説明できません。状態であります。If I will say something, it will be like you leave every human or most human live life as a blind person. They don't see. It's like this. And enlightenment is this. So in that condition of life, you don't see anything for what it is. So you see this screen on the window? This is how when you're not enlightened. There's a huge veil, it's thick, huge. And you think you know everything. After enlightenment, you realize you don't know anything. Because for the first time, all this blind fall apart. And you are, oh. And the state is so different. It's very difficult to speak even what is enlightenment. But what I can say is that the state is like, oh, this is not real. Oh, this is not real. Oh, this is not real. Oh, this is not true. Oh, this is not real. Oh, this is not real. Like this. And after the enlightened state is settled, there is an urge to say to everybody, what you see is not true. What you experience is not true. You think you love somebody, you're in a relationship with, but it's not true. Come out of it. It's not that. It's like you want to scream it out, but nobody hears you. They can't hear because they have this veil that takes over their brain, their eyes, their ear, their heart. They cannot see. They don't know what love is until enlightenment. Now, one thing I do sometime, I will give one of the students, anybody, a taste of enlightenment. But then what happens, after the years I notice, they take it on an ego level. Oh, I saw that, I feel that. So I have stopped doing this. I do show people their light for them to become conscious that they are a light, not a body, not a mind, not an emotion, not a call fake heart. Everybody thinks they love, but they are not loving. So in that time of deep change right now, where it's the era of enlightenment, people are, one way or another, they are realizing something is not flowing in their life. Of course, they think it's work, it's job, but it's not that. It's something deep. This enlightenment era is taking people through their brain into a place of androgynous, meaning the imbalance in the brain, feminine energy, masculine energy coming to a balance, meaning there's no need, they don't feel the need to be with somebody in relationship, but they're afraid to be alone. So they look for someone. And because the society, the social system has created that social life, so they're afraid of not to be there. It becomes an unknown world, but that's where the whole world is moving on right now. Because the planet is moving to its enlightenment itself.
So when you're enlightened, you don't have these needs. Until enlightenment, people confuse needs for love, which is not the case. So enlightenment is happening. The shift started. This oneness consciousness started, and everything is on a, everybody's on a fast track right now. And not only human, different species, different elementals, moving in very fast speed. All the vortexes of the planet are spinning into the golden mean number to shift the consciousness and be that on one's own, meaning all the false belief of needs will drop day by day, moment by moment. に悟りと言っても言葉にすることはできません。これは目の見えない人が見えるようになると、そういうようなものと同じです。このようにまだ手を置いてたのように、目の前にこの影があって何も見えない。それがふっと降りた時には見えるようになる。でもそれをどうやって説明することができるのでしょうか。ここにあるスクリーン、ブラインドを見てもそうです。結局、この本物じゃない、実際のものじゃないものが、その本物、本当の状態を隠している。この状態です。悟りというものは、ある意識の状態であります。ですから、悟りの状態にいないとき、その影に追われているときには、自分は全てを知ってるかに思ってしまいますが、本当は本当のことに関しては何も誰も知らない。悟るまでは、それ悟りというものはそういうブラインドみたいなもの、そういった隠しとなってたものが全て取り消されていってしまう状態。その中で全てが違うふうに見えます。その状態になった時には話をすることさえ難しいことです。この状態っていうことは、に入った時、この悟りの状態になった時には、今までの全てが本当じゃなかったこと、真実じゃなかったことに気がつくことになります。その悟りの状態になった後には、それまでの状態は常に嘘であった、常に本物でなかった。見るものにしても感じることにしても本当のことじゃなかったことが分かります。ですがその悟りの状態になった時には、まずはみんなにもそれを知らせたくなる。みんなに叫びたくのようになる。本当じゃないんだよ、あなたたちが見てるもの、感じてること全て本物じゃないんだよとみんなに言いたいんだけれど、それはあなたの中で本当のものがあるんだよと言いたくても、誰もそのに耳を傾けることができないっていうのは、その状態になってない人にはそれが理解できないからです。時々昔は私は生徒や人にその悟りを、人味をちょっと触れさせることができました。だけどその状態にちょっとでもなると、今度エゴが入ってきて、自分がそういうふうに見えたり、自分がそういうふうに感じられたり、自分は悟ったんだっていうことを逆に自分のエゴの方で取ってしまって、で実際本当の悟りの状態になってないまま、結局はその嘘の感情、嘘のマインド、嘘のハート、その中 の中に浸ってしまうことがあったので、最近ではそうやってこう悟りを味わわせることはしません。でその悟りじゃない状態にいるときは、逆に人々はそれをどういうふうに感じているかといったら、別に悟りはどういうものだかわからないわけですから、ただ自分の中で感じているのは、人生の中で何が流れない、何が不足している、
仕事にしても何にしてもいろんな問題を探してきていろんなせいにしたり、こういうために自分は不満足、自分は満たされてないと思ってしまいますけれども、実際の本当のその不満とかそういう実際の自分の中に感じているも 不足というものはもっと深い根源があります。それは悟った時の全てを分かった状態にないからです。で、今のこの時代の話になりますが、今の時代ではみんなの脳が中性になってきてますっていうものことは、女性でもなく男性でもなく中性なエネルギーになってきます。だからその男性女性の関係もだんだんに必要なくなってきてます。ただ人間は一人になるのを怖いとか、社会が一人者だと社会もいろいろとこう変に 見下すので、その一人になっていくのが怖くて相手を求めていくことになりますが、本来は自分の中で全てに満たされている、そういう状態が本当はあります。だけど一人でこう生活していくのはこれ未知の世界であり、そして、周りとどういうふうになっているのかわからないから、その中での悟りというものがまだ分かってない。ただそういういろんなものを求めるわけですが、実際悟った状態では全て何も必要としない、関係も人間関係、男性女性関係、相手とかも必要じゃないし、全ては自分の中にあることが分かるので何も必要がなくなるわけです。でもその悟った状態になるまでは常にそのニーズというもの、自分が必要とするものと愛、その愛というものを勘違いしてしまいます。だから人に愛してほしいと思ってる、でも実際はその欲望を持ってるだけです。これは本物じゃありません。でも今シフトが始まっています。ワンネス意識がこの世に今始まっています。で、全ての人間はものすごい勢いで変わっていってます。どん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 上昇していく状態にあります。これ人間だけじゃなく、いろんなエレメンタルの世界でもそうです。地球のボーテックスがどん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 速い速度で回転しまして、黄金比率に基づいてその回転しています。このシフト、この意識の変換が起きています。その中で毎日毎日嘘の考え、瞬間瞬間嘘、本物じゃないものがどんどん消えて去っていきます。And how do I support the students and the disciples? First, I bring to their awareness that they are covered. Like, imagine you take a drape and you cover a person. They can't see, they can't hear, they can't feel. It's an illusion, what they think they are seeing.I bring that awareness to them. Enlightenment can be experienced and move into that state in two ways. One is, I am light, I am perfect, and stay in that, never waver from that. Another one is to realize that, oh, there's a part of me which is not a good person, and there's a part of me which is a good person. This is when we move into karma.Clean karma. What is karma? Karma is action. Through thoughts, feelings, and action. Everything being energy, you think negatively, it's an energy that sticks onto you, to your field, to your aura, to your chakras, and most of all, into your different minds, subconscious, unconscious, andconscious. Whatever we are today is the result of past experience and past action, thoughts and feelings. It's very difficult, what I notice, for humans to take that leap to be who they are, even though they know it intellectually. They hold on to something which is simply of limited human consciousness. They hold on to it.Unfortunately, it's a great sadness somewhere for me, because even my closest disciple hold on to that.
And they believe in what they're holding on so well, so big, so huge, that for them to come out of that seems difficult. So this is how they build their attachment. Unfortunately, also, they identify themselves with physical body. This is where everything gets messed up. Everything gets into its maya. They identify their sensations, feelings to their physical body. So meaning I can support to the highest, I can teach, I can give satsang several times a day. It's not easy for them because they believe in their system. They trust their system. They have faith in their system. I do every now and then tell them to become conscious and take responsibility. I don't see. It doesn't seem to be easy for them. And I think every master can be sad about this situation because we do wish them to be that light and shine their light. But there's the subconscious, there's the unconscious, and they don't make effort to be unattached to that. And I do support them by creating programs also, explaining the wheel of karma. What is the wheel of destiny? What is the power of thought? What is the mind? For them to understand, even intellectually, put it into practice and take responsibility. Not only of awareness, but of self-awareness and make different choices. But I don't see this happening. And they justify themselves for the place where they are at, so they live in that. And then, you know, I just let it be. I don't think there's many human who really wish to be the light that they are. They don't have that burning desire. I remember I will run to Puttaparthi for 5 minutes. When there will be program, I will go for one night. And I will just sit here the whole night. I will not eat, drink. I had this burning desire to be like my master, exactly like my master. But I don't see many who has that burning desire, that yearning for that. They don't. So enlightenment can be intellectual in their mind, in their intellect, in books. Are they ready and willing to be that enlightened being that they are? I don't see this. I just come from India right now. I just come from Puttaparthi, and I've known people there. I know that I don't see the burning desire either. Nevertheless, Baba has brought to enlightenment many of his students and disciples. It's such a leap. It's like nearly to be enlightened people need courage. Nearly. I did not have this, so I cannot speak 100%. But the burning desire, yes. The thought. There was a time when Baba will give a discourse, I would be saying the same word that Baba is saying. That in tune, that in alignment, 100%. It has to be 1000%. And that desire. Instead of this, I see many people on the path. It's nearly, they take the path like an entertainment nearly, to say in that preparation of the golden age, I'm on a spiritual path, or I'm doing light work. It's not there.
Is it a disappointment? Is it a sadness? At the Kumbh Mela, we meet with many gurus. So we have this conversation. How do we serve humanity? But do humanity wish to be served by us in the highest way? Or do they wish only to feel good, to feel happy in the illusion, the ocean of illusion, in which they are used to be? This is their known world. And we don't really know what to do, because it's in their destinies in their hands. You see, their choices are in their hands, due to the fact that this planet has the gift of free will. Enlightenment is the first step of a magnificent glory of Golden Age, Masters of the Far East. Thank you. そして私は自分の生徒をどのようにサポートしているかに関してですが、まずこういっていろんなものに覆いかぶさられていることに認識を持っていくことです。要するにいろんなカバーされているこういった布がかぶさっているようなところでは何も本当のことは考えられない、感じられない、見られない、 見てないということを自分の認識に持っていくことです。悟りには2つの方法があります。一つは常に私は光である、私は完璧なものであるということを常に意識することです。もう一つの方法は自分には正しいものもあれば正しくないものもあるということを認識することです。まあ、ここではカルマの話になりますが、カルマというものはいろんな思考や感情、行動などによって基づいてくる行動です。で、自分に出したものに反響されて戻ってくる行動です。こういったエネルギーは自分のオーラやチャクラ、自分の周りに全部くっついてきます。そしてそのレベルだけじゃなくて自分のいろんな意識レベルだから、無意識、潜在意識、意識レベルとさまざまな意識のレベルにもそのカルマのエネルギーはついてきます。今自分の周りに起きている全ては自分の過去に起きた、起こした行動、感情、思考などから生まれてくるものです。これがカルマです。人間は大きな一歩を踏み出すことをとても難しく思うようです。何かその限られた人間の意識にどうしてもしがみついてしまいます。そのしがみついている姿を見ていることは私にとってはとても悲しいことです。あまりにも自分はこれだと思っているものにしがみついて、その自分の思考とか自分の今までの考え方がそれほどに自分の中にあるので、そこから出てくることがとても難しいことです。だから今までの自分の考え方とかあり方に執着を大きく持っています。自分の肉体にアイデンティティを持って、肉体に執着を持っているんです。で、多くの人はこうやって自分のアイデンティティ、自分はそのこの肉体や自分の今の在り方、その前やその幻にとにかくつながりを持ち続けています。で、私はそこでどうしよう、どうやってサポートできるかといったら、常に一番高い基準を持ち続けること、高い波動を、そしてその教えを、サットサングをこうやって毎日こう行うことでサポートすることができます。でも皆さんは自分の考え方に信頼を置いてしまって、自分の意識レベル、それを変えようとしない限り私は何もできません。みんなはそれぞれ自分で責任、自分の意識の向上には自分で責任を持つしかありません。このことは多くのマスターにとっては悲しいことです。我々としては
どのマスでもそうです。みんなが本当の自分の光になりきって光り輝くことを望みます。でも、それ潜在意識、無意識のレベルで、それが果たして行動と、果たしてそれがちゃんと受け入れられているかといったら、そうではありません。だから、執着、今までの自分の在り方に執着しないということには、まず自分を意図として、それを行動に移す意思がないと、まず何も変わることはありません。いろんなプログラムを私は教えます。そのカルマ の展開についてとか、自分の運命に関してとか、自分の思考のパワーについてとか、そういういろんなことについての教えをプログラムとして皆さんに教えることがあります。でもそれを学んだ上で、今度は実際自分でそれを使って、ちゃんと責任を持って自分の生活の中に取り入れていかない限り、自分で認識して新しい選択を作らない限り、何も変わりません。多くの人は常に自分の立場というものを尊重し、それが自分が正しいんだと、今までがこれが正しいんだというふうに思い込んでしまい、本当の自分の光になろうとしないんです。この悟りっていうものには、自分の中で燃え上がるような要望が、欲望が必要です。それになりたいっていう強い欲望が必要です。私自身は昔プッタパルティの自分のババのとこに5分でもいいからと、時間があったらもうヨーロッパから飛んで、その数分しか過ごせないのに飛んでいきました。夜は何も食べず飲まずに、とにかくババみたいになりたい、私のマスターみたいになりたいという、その自分の中で燃え上がるその欲望だけに常に一生懸命になりました。でもそのようにそこまでやる人ってなかなか見当たりません。悟りというものは本から学ぶものではありません。知識で身につけるものではありません。本当になりたいって気持ちがないとできないんですが、本当に悟りたいっていう人の、そこで燃え尽くすまで悟りたいと思う人はあまり見かけません。私はちょうどプッタパリティインドから戻ってきた時ですが、そこから昔から見てきた人たちもいますが、やはりそこまで何が何でもっていう強い要望の人ってなかなか見当たりません。その中でもババは大勢の生徒を悟りまで連れて行って、導いてくださいましたけど、このもしかしたら悟るには大きな勇気がいるのかもしれません。私は勇気も何も、もう一生懸命だけだったので、まずはその燃え上がる欲望、それだけに一生懸命になる、この気持ちが重要です。そのババアが教えをするときには、とにかく私はそれを一生懸命聞いて、今度自分が教えるようになったら、ババと全く同じこと言ってる自分に気がつきました。ババと統一の意識、一つの意識、もう1000倍にその意識を私の中に取り入れる、ただただその欲望、その要望、気持ちって言いました。多くの人はこの悟りの道という名乗ってこの道を歩みますが、その悟りっていうものをある種のエンターテインメントとして見ています。私は悟りの道にいるんだと、私はライトワーカーなんだと、ライトワークするんだと、そういうただただ表のエンターテインメント的に悟りを歩んでしまうということに関しては、私は悲しく思います。クンバメーラにこの間行ってましたけれども、その時多くのグルが同じ課題で話し合います。人類というものは悟りたい、黄金時代を迎えたいとは口で言うけど、本当に最強のレベルに達したいのか、それとも今の地上の幸せを、ただこの幻の幸せを求め続けているのかわからない。自分たちのみんなのとっては選択を持っていると、どうしても最強の最上の自分を目指しているとは思えない時がある。ただ選択するのはみんな自分の意思ですから、
地球には自由意志というものがある限りは我々にはそれ以上のことと何も言えませんし何もできません。悟りというものはまず第一歩目しか過ぎません。悟りというものは素晴らしいこの黄金時代を迎えるための第一歩にあります。この素晴らしいことを迎えてそのマスターズ・オブ・ザ・ファー・イースト、この本、まあ、日本語でもまた 再出版されますけれども、こちらをとにかくこの地上でもたらす第一歩が悟りの状況であります。聞きたいことはちょっとあるんですけどね。Thank you very much. There's so many things I would like to ask. Next time you come on time. じゃあ次回はちゃんと時間通り来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Are we on time? Did everything? Yes, ma'am. My disciple who's here and also my successor, you will interview sometime. And then do Skype also from the U.S.失礼しました。ちょっとね、音声出てませんでしたね。はい、お待たせいたしました。ということでね、サイマーさんのインタビューをお送りいたしました。最後までね、TD もカメラ忘れちゃダメだよということでね、押しされまってましたけどね。いやー、これね、今ちょっとチャットのところでいっぱいね、その書き込みあったんですけど、あのね、悪いことが起こったと思うんですよ、カメラなくなったってね、皆さんね。で、僕はね、悪いこと起こったって思ってないんですよ。カメラなくしたおかげでね、サイマーさん2度もインタビュー、わざわざもう一枠違う日に作ってくれてね、まあ、TD 遅れちゃってしょうがないねということで、でももっと話してあげるからねってことで呼んでくれたんです。だからこのすごい長尺な長いね、この番組今日こう録画できましたけど、これできたのはね、忘れたからできたんですよ。はい、だからもうちょっと意識上がってくるとですね、結局悪いことってないんですよ。いや、まあつまり悪いことって見る視点はそういうふうに感じる人もいるんだけど、それは悪いことってその人が思ってるだけで、本当は大きな流れからすると全然悪いこと起こってないんですよね。最近それ分かっているのでね、あんまりこうあたふたしたりもしないんですよ。でもまあカメラ忘れちゃったのはちょっと私の集中のねミスだからね、それはやっぱり気をつけなきゃいけないなと思うんですけどね。うん、で、まあ、これでほらまた逆にカメラがですね新型になっちゃったんですよ。ちょっと古い機械だったんですね。でなくなっちゃった機械ないと撮れないじゃないですか、スピーチャーテレビはね、撮りに行けないからしょうがないっつってやっぱ買うしかなくなったわけですよ。でそれで新型機器にしたらですね、編集効率がすっごい上がってですね、もうどんどんバンバン楽なんですよ。まあ、いちいちでコードでつなげてパソコンにね、データを映像データを転送したりして、すごく大変だったんです。実はそれがね、もうカード1枚でパッパッパッってもう終わりになっちゃったんですね。だからそれだけでもねすごい効率上がったんで、あ、これなくなった方が楽になったと。まあちょっとお金かかっちゃいましたけどね、まあ、そういうところもあったりするんですね。だから別になくなること自体がね、その起こること自体は全部皆さんね、悪いとそのまだ悟ってない人の場合はね、それが悪いって感じるんだけど、それは悪いってもうないんですよ本当に。だからこのね、大いなる自己が自分に対してその状態を作り出しただけであって、それは別にいいとか悪いとかっていうのも全然なくて、逆にその後にもっと良くなるためのことが起こるためにそういう状況が起こってるだけなんですね。それを人はその一部だけを切り取って悪いで、ちょっとあといいことがあると、これがいいことだったっていうふうに言うだけなんですね。で、だから大いなる全ての状況が自分であるっていうもう知っているので、それをね、一喜一憂して、あれっていうのはしないんですよ。ね、まあでももちろんね、楽しむところは楽しみますけどね、それはやはり人間に備わった素晴らしいところだと思うんで、その別に失敗したところを落ち込むっていうことはもうしなくなっちゃうんですね。全く意味がないですから、原理が分かってる人にとってはね。まあそれはちょっとまあしょうがないんですけど、ね、だんだんまあスピーチャーって見ていただくと分かるかなと思うんですけどね。
まあ、おいおいそこら辺は理解していただければと思いますね。はい、ということでね、今日の佐山さんの、映像インタビューね、放送させていただきました、ちょっと9時からね、ということちょっと遅れて放送だったんですが、待っていただいた皆様、その名ね、待っていただいただけにね、そのそれにもう、待っても大丈夫なぐらい素晴らしい内容だったですね。はい、ということで見ていただきましてありがとうございました。また、お会いしたいと思います。よかったらね、スピーチアテレビ見たときにですね、このこちらですかね、この下の方に、ここら辺の、右下の方にね、ブログランキングってボタンとか最近できておりますので、そこをですね、必ず一回、毎回来たら一回ポチッと押してください。そうするとですね、スピーチャーテレビが宣伝になるので、またこれをテレビ見る人が増えるんですね。そうすると、この素晴らしい情報がいろんなところにこう、届きますのでね、よろしくお願いしたいと思います。はい。それでは、またお会いしましょう。今日もありがとうございました。さようなら。